んにちは、花モーニングスターの模型工作室です。合わせ目消しを続けてあげます。後ほど彫刻刀を使ってディテールアップする予定です。鼻の下と口のあたりを加工してくれます。パテを利用して穴を貼る位置を修正します。ジョイントを作ります。
彫刻刀を用いて髪をディテールアップします。硬化したパテをヤスリで平らにしてくれます。ラインが鮮明ではないので、パネルライナーを利用してラインをはっきりさせます。こちらも穴開けします。使用中のレーブ社の HG 切下げナイフはパーティングライン処理や合わせ目消しなどの加工に便利な工具です。本当に満足しながら使っている工具の一つです。編集をしていたら分量が思ったより多くて、やむを得ず動画をもっと分割することになりました。次回も同時に編集中なので、明日か明後日アップできると思います。今日も視聴してくださってありがとうございます。